安倍政権発足から2年近く、自民党の総裁と幹事長として二人三脚で歩んできた安倍総理大臣と石破幹事長。しかし内閣改造を前にポスト安倍を睨んでか、石破氏が安保法制担当大臣を断る姿勢を示したことで、安倍総理の人事構想は出鼻をくじかれた形で、石破氏に対する困惑が広がっています。こうした中、2人が久しぶりに顔を合わせました。中継です。はい、安倍総理は石破幹事長と同席した今朝の自民党役員会の場で、来月3日に内閣改造など人心一新を行う考えを表明しました。本社を続投するのか、それは交代するのか、そういうことについてはどのように受け止めたのか。それは人事権者たる総裁がお決めになることであります。まだつまり具体的な総理との話はしていないということです。さようでございます。安倍総理は周辺に石破さんは自民党のスターだと語るなど、処遇すべく模索していますが、正式なポストの打診を前に石破氏が幹事長続投の希望などを外に発信していることには真意を図りかねています。このまま物別れに終わった場合には、双方がダメージを負いかねないという懸念もあり、石破氏を別のポストでも処遇するのか検討を進めています。両者のすれ違いは話せば分かるボタンの掛け違いという面もあり、週内に予定される直接会談が鍵となります。一方、内閣改造の中身ですが、女性閣僚の数を今の2人よりも増やす方針です。政策を推進するため、子育て支援を厚生労働大臣に、女性の社会進出を経済産業大臣に兼務させることを検討しています。